弁当は朝浦による日本のライトノベル。イラストは芝の会人が手がけている。スーパーダッシュ文庫より2008年から2014年にかけて刊行された。半額弁当の購入をめぐって閉店間際のスーパーマーケットで毎晩のように超人的なバトルや駆け引きが行われているという設定の現代日本を舞台として貧乏学生であった少年が その争奪戦に巻き込まれ、自らその家中に飛び込む物語である。宝島社発行、このライトノベルがすごい。2009にて新規部門6位、また、このライトノベルがすごい。2010においては、総合8位、このライトノベルがすごい。2011では、総合5位、このライトノベルがすごい。2012では、総合3位に入賞している。 2011年8月時点で、累計発行部数は70万部を突破している。第三巻発行に合わせて2009年1月に、スーパーダッシュ文庫公式ウェブサイトで特集サイトが立ち上げられる。発行元が集英社のため、週刊少年ジャンプに登場するネタが多用されており、また一部の記述においてにチャンネルなどのインターネット上で使われる叫び声などの表現が、 利用される。プロット段階での仮タイトルは、ベントゥーであり、それを見た、担当編集者が、ベンハーみたいと発言したことから、弁当というタイトルが決定したが、ベンハーとは、一切無関係。なお、本作の内容に関しては、作者が、大学時代に、半額弁当で生活していた、経験談をもとに書かれている。 原作イラストを担当する芝野会人による漫画家作品がジャンプスクエア2011年5.6月合併号から同年10月号まで連載。さらにスーパーダッシュゴーにも2011年12月号から2012年10月号まで連載された。またテレビアニメが2011年10月から12月にかけて放送された。 病暮らしをする貧乏な高校一年生、佐藤洋は、ある日晩ご飯を買いにふらりと立ち寄ったスーパーで、半額シールを貼られた弁当に手を伸ばす。しかし直後に意識を失い、目を覚ました時彼は、精肉コーナーの前で倒れていた。すでに半額弁当は消えており、残っていた総菜もその場にいた他の人に買われていく。 仕方なく売れ残った梅おにぎりを手に取ろうとした際、同じ学校であるメガネをかけた少女、お白い花と出会い、またその様子を眺める一人の女生徒に目を奪われる。このスーパーで一体何が行われているのか確かめるため、翌日からスーパーに通い詰めた佐藤は、氷結の魔女と呼ばれるその女生徒、やり隅線から狼と呼ばれる者たちの争い。 半額弁当争奪戦について説明され、自らもこの戦場へと足を踏み入れることとなる。ハーフプライサー同好会、部はそれぞれ HP 同好会、部と記載する。カラスデン高校の男子寮で結成された、汚れを知らぬ純粋な少年たちによる、秘密組織。一応用もこれに入っているのだが、仲間内から疑いの目を持たれており、 たびたび制裁を加えられそうになっている。斉藤のライバルとして、時に退治し、時に手を組む人物。二階堂蓮がモデル。2011年10月から同年12月にかけ、独立局他にて放送された。全員12話。キャッチコピーは、戦って、食え。半額シールが舞うとき狼たちの方向が上がる。 テレビアニメ化は2011年2月27日に発表された。食べ物を題材にした内容であり、弁当の美味しそうな描写は原作でも見どころであることから、テレビアニメ版では、弁当専用の作画監督を役職として設けるなど、食事描写に注力した。暗がりで食べる、冷めた弁当を映像で美味しく見せることは難しく、技術を要したという。 テレビアニメ版では、原作小説での描写を反映した上でセガと、大塚製薬の公認を受けており、セガサターン本体や、セガサターン版、バーチャファイターに、カロリーメイトやソイジョイなど、実在の商品が登場する。原作小説では、1よりアヤメの方が、出番に恵まれていたのに対し、テレビアニメ版では、制作側からの注文によって逆にアヤメより、1の方が、 出番に恵まれているほか、用の成長劇としても構成されている。また、原作小説では各スーパーマーケットに店名がなく、油紙の店など、半額新名で呼ばれるのみだったが、テレビアニメ版ではいくつかの店名が設定された。BD、DVD2011 年12月21日から2012年5月16日まで、初回版と通常版の2種類で発売された。 BD 初回版は芝の買い荷に描き、おろしのスリーブケース仕様。DVD と BD 初回版共通の封入特典としてアイキャッチおかずイラストカードが同梱。音声特典としてキャストオーディオコメンタリーが収録されている。2014年3月19日には全12話を。 BD6 枚に収録したボックス版、弁当ブルーレイハイングリーボックスが完全初回、限定生産で発売された。CD、下野博史と伊勢マリアの弁当ラジオのタイトルで、2011年9月28日から2011年12月31日まで、響きラジオステーションにて配信された。 全14回、毎週水曜日更新。パーソナリティは下野伊勢まりり、下野博士、伊勢マリナリ。下野博士と伊勢マリアの、弁当ラジオーに関するカテゴリー。ありがとうございます。